バイバーよ。びっくり。違うんだ。女連れ込んでる。違うんだ。これに合うわけが。しかも襲ってる。違うんだって。嘘つき。嘘じゃない。女に触るとジンマシンが出るって言ってたくせに。出てるよ。むちゃくちゃ出てるよ。見ろよ、ほら、なジンマシンだらけだろ。うわ、ほんとだ。どれどれ。うわ、ほんとだ、気持ち悪い。誰のせいで出たと思ってるんだよ。大丈夫。かゆいかゆい、むちゃくちゃかゆい。あー、なるほどね。秋彦、彼女のこと疑ったんだろ。何もしてないのに泥棒扱いしたんだろ。何か言うことあるんじゃないの。あるんじゃないの。素直に謝りなよ。謝りなよ。どこ。ここここ、ぴょんぴょん跳ねてるでしょ。あの絵さ、もしお金出して買ってたらいくら出した。さあな、感情的になってたから持ってる金全部出したかもな。げえ、もったいないことした。お前がタダでいいって言ったんじゃないか。その代わり飯おごっただろ。デニーズでね。部屋にも泊めてやっただろ。雪降ってたからね。さすがに野宿はできないでしょ。でもこの部屋に来ても全然あったかくなかったな。ヒーター全然効かなかったんだよな、外寒すぎて。そうそう。そしたら秋彦のお腹が鳴ったんだ、ぐーって。そうだっけ。そうだよ。それで俺もバカらしくなって二人でうどん作って食べたんだよ。変なこと覚えてるな。忘れるわけないじゃん。俺絶対忘れないよ。